はい、日刊クラストです。8月の1日、夏ですね。8月になりました。まあ皆さんご存知の通り、明日から緊急事態宣言5回目が、大阪でも発令されまして、僕たちもね、ライブハウスっていうか演奏の現場出入りしているものとしては、今後のスケジュールがどうなるのかっていう感じなんですけども、とりあえず取り急ぎとしてはですね、8月の8日の緑町カフェでの、5周年記念ライブは、中止にはなりません。刊行されます。なのでもうあと数名しか行けない、てかほぼほぼ満席というかソールドアウト状態です。中止にはなりません。8月8日の緑町カフェライブは、刊行されます。そして、他にもなんかね、富士登山ツアーとか高知県に行く話とかあるんですけども、これも今のところ中止になっておりません。8月の1日現時点でね。ですが、8月の31日に予定しておりましたニューサントリー5でのバックトゥザベーシック定例ライブですね。こちらは、お店がもう閉めちゃうので、8月いっぱい、緊急事態宣言中はね、なので必然的に我々のライブは、延期です。なので8月に関しまして、緊急事態宣言下の、ライブ活動に関しましては、8月31日のニューサントリー5のライブのみが延期で、あとは今のところ、開催予定となっておりますが、今後どうなるかというのはまだちょっとわからないところでもあるので、続報で次第またこのような形でね、報告していけたらなと思います。とりあえず今はいい音楽を聴いていい、ね、調子で過ごしていきたいなと思います。ではまた明日。今日の BGM はジョン・カービー楽団、いいですね、最高ですよ。じゃあまた明日。